エムス電報事件記念碑1870年7月13日朝9時10分と刻まれている。エムス電報事件は、1870年7月13日に発生したプロイセン国王ビルヘルム一世が西洋先のバート・エムスから送信したフランス大使の比例を伝える電報に、プロイセン王国首相、オット・フォンビス・マルクが意図的な編集を加え、 国内外に公表した事件である。当時のスペイン王位継承問題や両国国民の対立を背景に、不屈両国の国民意識を刺激し、不屈戦争改戦を弱気した。北ドイツ連邦と南部諸法1866年夏に起きた広島戦争の結果、翌1867年4月26日に北ドイツ連邦が結成された。 しかしドイツ統一のためには、さらに、広島戦争で、オーストリア・ハンガリー帝国側についたバイエルン、ビュルテンベルク、バーデンをはじめとした、南部ドイツの諸法との合体が必要だった。しかし、フランス帝国の皇帝ナポレオン三世がそれを容認するはずがなく、北ドイツ連邦首相、オットー・フォンビスマルクは、フランスとの対決を見据えていた。レオポルト1868年9月、 スペインで革命が起き、女王イサベル2世はフランスへ亡命した。その後スペインでは、1869年1月に初の普通選挙が実施され、同年6月に憲法が発布されたが、その中で革命後の生態は立憲君主制に定められた。革命後も各地で混乱が続き、共和主義者による放棄も発生したため、 新政府にとって、新国王の選出は、体制安定のための緊急課題となった。新国王の候補者として、ホーエンツォレルン・ジグマリンゲン皇家のレオポルトの名前が上がる。ホーエンツォレルン・ジグマリンゲン家は、ホーエンツォレルン家の本家筋にあたり、1849年以降は、ジグマリンゲン皇領が、プロイセン王国に併合されたため、王族として扱われた。 1869年春、ビスマルクの買収工作により、スペインの施設がビスマルクを訪問する。フランスはこれに反応し、ビスマルクから、プロイセン王ビルヘルム一世が課長として、レオポルトの王位受諾を承認しない確約を得ようと、するが、ビスマルクはこれを拒否した。さらにビスマルクに買収されたスペイン施設が、1869年秋と1870年2月に、 報読し、レオポルトに王位を受諾させようとする。レオポルトは、国王の許可を条件に受諾し、6月21日、ついに、ビルヘルム一世への承認が下りる。しかし、これが公表されるや、イナやフランスの世論も政府も強い反発を示す。ビルヘルムはもともと執着なく、レオポルト自身気の折りがしていなかったこともあって、プロイセン側が折れ、7月12日にレオポルトは、 正式に多いを辞退した。このプロイセン側の情報によって事態は平和的に解決した。事態が公表された以上、外交的にはビスマルクの敗北とナポレオン3世の勝利をそれぞれ意味して終わるはずであった。ビスマルクは自らの計画が無駄になったことを知って激怒し、またオイレンベルク博を通じて国王に辞職を願い出ようとした。 ビルヘルム一世から現地を得ようとするベネデッティ伯翌7月13日、フランスの外務大臣グラモン公爵は、レオポルトの多い事態だけでは満足できず、将来にわたってスペインの多い候補者をホーエンツオレルン家から出さないことを文章で約束させるため、ドイツ西部の温泉地、バートエムスで西洋中のビルヘルム一世に対しを派遣した。これは、パリ市民を満足させることと、 フロイセン国王を貶めることを目的としていた。同地を訪ねたフランス大使ンさんベネデッティ伯爵は国王に会見を求めたが国王は無礼な要求として定調かつ明確にこれを拒否した。同日夕方、ベルリンでモルトケ参謀総長やローン陸軍大臣と会食していたビスマルクは国王からことの次第を電報で受け取った。 エムス伝法国王からの伝法は次の通りで、後半は自重による文言である。出典原文は、旧漢字、ベネレツイハクは、ついに最も教養的態度にて、方変トレルン家の候補者再年の場合にも、世が将来永久に決してあまりの承認を、与えざるべき胸の現地を与えたる胸伝法すべき、権限を彼に与えたる胸をあまりに求めんがために、散歩道において、 あまりを襲わしたり。世は結局彼をやや、厳春に拒絶したり、なんとなればかかる絶対にとの役は、なすべからずまたなす能はざるものなればなり、ゆえに、陛下は、オイレンベルク博並びに、召喚の文上に、十割れ、再びベネデツイ博を隠蔽せられざる、馬並びに、ベネデツイ博が、パリより切除したる、以上の報道を入手せざるゆえ、 もはやこの上たちに語るべき何者もなき胸を、自重武官として告げしむべき胸を決心せられたり。陛下は、このベネデツの新申し出ならびに、その拒絶を、猶予なく我が財外一心ならびに新聞に通報する、カタカナラザルカ否かの決定を、閣下に任せる胸申し渡されたり、鶴見雄介、第二本郵便会講談社、 英雄天才四電ビスマーク P240 左からビスマルク、モルト家、ローン全団でベネデッティ博が散歩道に現れ、最も教養的な態度でビルヘルム一世に対し、ホーエンツォレルン家の候補者問題が再燃した場合も、プロイセン国王が将来永久に承認を与えない胸の現地を与え、かつ、それを電報で送信する権限を与えることを求めた事実、そして、 これに対し国王が絶対にと約束することはするべきではなく、またすることもできないため、やや厳しい態度で拒絶した事実を伝えている。そして講談で国王がベネデッティ博と二度と陰権しないこと及び陰権が無意味であることを決心し、ベネデッティ博の申し出とその拒絶を在外の大使、公使、新聞を通じて公表すべきか否か。 その判断をビスマルクに委任している。ビスマルクはその場で、モルト家に軍の準備状況を尋ねると、モルト家は早期の改戦を提案した。そこでビスマルクは、電報の一部を意図的に省略し、次のようにした。出典原文は、旧漢字すでに方変トレルン家の新郎が、スペイン王位相続の意思を放棄されたること、スペイン国政府より、 フランス政府に公式に伝達せられたる後、フランス大使は、エムズにおいて、我が国王にさらに求めて、国王陛下が、方変トレルン家の候補者再年の場合にも、将来永久にわたり、その承認を与えざるべき胸の現地を与えられたる、よしを、パリに伝報すべき議に関しも申し入れたり。ここにおいて、国王陛下は、自後フランス大使を隠見することを拒絶せられ、 かつ当直の自重武官に、陛下はこれより以上、大使に伝達すべき何者も,もなき胸継ぐべきことを命令せられたり、鶴見雄介、第二本郵便会講団社、英雄天才史伝ビスマーク P242、ビスマルクは、このように、綺麗なフランス大使が、プロイセン国王に将来にわたる立候補自体を強要し、それに立腹した国王が大使を強く追い返したように、文面を編集した。 編集の場に合わせたモルトケトローンは喜んだ。しかも新しい文字を挿入することなく、かつその公表も委任されていることから越権でもなかった。ビスマールクは編集した電報をモルトケトローンに読み聞かせると直ちに在外大使、講師に電報を送り、また外務省に記者を集め電報を公表した。アバス通信社によるフランス語の翻訳版では アジェティントという単語を翻訳せずそのままにしていた。このアジェティントという単語はドイツ語では階級の高い副官を指すのだがフランス語では単なる歌詞官アジュダンを指すという違いがある。このためアジェティントを通じて大使へメッセージを伝達させたという文面がプロイセン王がフランス大使を侮辱するためにわざと士官ではなく歌詞官にメッセージを伝達させたと 誤解されることとなった。この本に役版が翌日にほとんどの新聞に掲載されたが、それがたまたま7月14日にも当たっていた。この記事によって、フランス人はプロイセン王がフランス大使を侮辱したと信じ、フランス大使が自ら報告する前に、フランスの世論の方向性が定まってしまった。そして翌7月14日、新聞や各国へ向けて公表した。 文章の省略によって国王の大使への拒絶は強調され、さらにビスマルクが故意に事実と異なった状況説明を行ったため、かねてからくすぶっていたフランスプロイセン両国間の敵対心は煽られ、両国の世論は一気に戦争へと傾いた。ベルリンでは国王に対する比例に怒りの声が上がり、それは北ドイツ連合だけでなく、バイエルン、ビュルテンベルク、 バーデンら難読処方にまで波及した。こうして、ビスマルクの思惑通り、全ドイツがフランスへの怒りで一体となった。パリでは、特にこの日は、フランス革命記念日であり、大使が受けた地獄に対して世論が沸騰し、開戦を求める声が街に巻き起こった。戦争を求める強い世論に流されるまま、フランス上院は、満場一致で開戦をかけず、フランス下院では、 アドルフ・ティエールらが海戦反対を主張したが245対10の圧倒的大差で海戦が可決された。7月15日に海戦を確認決定。外務大臣グラモン公爵はナポレオン三世を説得して戦線を発しさせた。7月19日にプロイセンに戦線復刻した。プロイセンはフランスの比例や戦線の結果に対し、 やむを得ず退仏戦線の象徴を発出した。これにより不仏戦争が始まった。一方、イギリスのロンドンではこの経緯を不審に思いつつ、干渉地帯であるベルギーやオランダの情勢に注視していた。ジョエル・レビチョ、世界陰謀師事典史も、高市全翻訳、柏書房、2008年。ありがとうございます。